ヘブンリーソード。ヘブンリーソードは、忍者セオリーが開発し、ソニーコンピュータエンタテインメントより発売された、プレイステーション3専用タイトル。主人公が女性剣士のアクションアドベンチャーゲームである。プレイヤーは状況に応じて、剣技を変えて生き軍勢を倒す爽快感、緊張感を体感でき、美しい剣技と東洋をベースにした、独自の世界を、 プレイステーション3の圧倒的な表現力を活かした幻想的で美しいグラフィックで楽しめる。ヘブンリーソードによる3種の構えと様々な剣技を駆使して大勢の敵と戦い抜く。構えに応じて剣は総剣、鎖剣、大剣に姿を変え、これらは任意のタイミングで切り替えることが可能で、異なる構えのものも含め様々な剣技を連結して連続技を構成することができる。 配置されているものの多くを武器として使用することができ、銃火器による砲撃や石弓による射撃もある。なお、発射後に弾や矢の視点になって、方向を微調整することができる。物語の序盤、ヘブンリーソードを装備する前は配置されているものを駆使して戦う。世界征服を目論む、キングとその軍勢。その侵略から一族を救い、戦いの乱世から人々を、 約束の地へと誘う神の剣がヘブンリーソードと呼ばれた。一族に代々伝わる神秘の剣、ヘブンリーソードは神々が創造した剣として信じられ、守り続けられてきた。ある日一族は神のお告げを受け、炎を馬の年、選ばれし、男の子が生を受ける、その子神の剣を古い人々を侵略と戦いの乱世から約束の地へと誘うであろう。 人々を救うと言われている選ばれし男の子の代わりに生を受けてしまった女の子が主人公となる。一族は彼女が生まれたことを嘆き、そしてこの子は一族を破滅させることして憎み恨んだ。主人公は己の運命を変えるため己自身を鍛え、強き戦士として育つ。彼女は神の剣、ヘブンリー騒動ー握りキング軍勢との壮絶な戦いの戦場へと出る。 日本語音声、英語音声、モーション海外版、ナリコガイ、デン・ユーコ・アナ・東部開演、サキ・ミエリディア・バクシシェンス・ゴー・タカユキ・エワン・スチュワート・オロチ、ウィップ・テイル・タカノ・レイ・レース・デイビーズ・キング・ボハン、岩崎・ヒロシ・アンディ・サーキス・アシュラ・フライング・フォック・スタタノ、洋平・スティーブン・バーコ・フローチの村、ケンジ・リチャード・ライディングス・チーフ・デベロップメント・ニーナ、 クリステンセンリードカレクテッドアーチストローラキパックスリードコンバットデザイナーシーアトンマンコンポーザーニティンソーニードラマチックディレクターアンディ・セルカスチフクリエイティブターミム・ワントニア・デイスありがとうございます